滝の上温泉は、岩手県岩手郡雫市町西根にある温泉。源泉による4件あり。冬季営業しない。ただし、うち1件は、長期休業中。発見年代は不明であるが1683年に、かっこんだ川上流の北白沢入り口で、赤土の最高願いが出されていること、また滝の上温泉の奥地に、金堀と呼ばれる金山の開発された跡があることから、 天那の頃には一部の人には知られていたが、謙信な奥地の谷間に当たるため捨て置かれたものと考えられる。2008年4月20日に、県道で土砂崩れが発生し、通行止めとなり、旅館が営業休止した。同年6月下旬から営業を再開した。滝の上の読み方には、滝の上、滝の神の両論があり混在しているが、滝の上を用いる傾向が強まっている。 滝の上温泉付近一帯は、地熱地帯で、かっこんだ渓谷の至るところで温泉が自噴しており、白煙が上がっている。湧出量も多く、川を湯の川に変えて、下流の絶壁から滝となって落下する鳥越の滝と呼ばれる滝がある。この滝の上にあることから、本来は滝の上温泉と言われた。この滝から上流の白沢にかけて、山中温泉が多く、 山の形や湯の脇は、剣のごとく、塩のごとく、油のごとく種々ありて、山中の形、棚辺、うそり山のごとしと言われた。滝の上温泉の上流には、かっこんだ地熱発電所がある。ありがとうございます。